こんにちはラグモ時計店です昨日のブログで書きました、えー、改造とかカスタムですね腕時計のカスタムで昨日ちょっとお知らせしたのはあの時計のケース腕時計のケースをやありを例えばつや消しでサテンとか、えー、ブラストのマット仕上げつや消しにするとかっていうことをちょっとお知らせしたんです。 でえー、僕はこうそれをいろんな人にこう教えるこう伝えたいっていうのはあるんですけども主にこういったもの好きなのはやっぱり工業デザイナー系の方ですね、えー、うちのお客様の中では、えー、と自動車メーカーのデザイナーさんとかそういった方が結構おりましてそういう方はそういうところに非常に敏感ですね。 あの構造を変えるっていうのはほぼ無理なんですけどもその今ある形の中でより自分らしいこう時計にしたいっていう方結構いますので、えー、もしそういったような例えば艶消しにしたいそれもブラストのマットにしたいとかサテンのちょっと高級感のあるマットにしたいとかそういうご要望ありましたらまず僕にご相談ください。あの一番いいいいののはオーバーホーバホルのついでにやっていただくと まあ無駄な手間もないので、まあ、少し安くできますので南雲、えー、時計店にそういった、えー、カスタムのご要望をお伝えください。おお待ちしております。